逃げるんだよってね。ここは館の外、リーザの鍵を奪うにはここじゃ狭すぎる。よし、どこか広い場所はないかな。うわ出てきた。あ、思ったよりはでかなかったな。これだ、これをでかいって言うんだったらさ、檻に閉じ込められた時に出てきたバケロモンもでかかったような気がするなって思うんですね。とてもじゃないがジンとハル2人を丸飲みできるようなサイズ感じゃなかったですね。うわ待てー、やばい、もうすぐそこに来てる。やはははは、ミサ、どうせ行き止まりだ。いい加減に諦めろ。ここで諦めるわけにはいかない。そうだ、今のミサちゃんは何も屈しない強さを持っている。え、行き止まり、このままじゃ。ギャハハハハ、ミサ、もう逃げ場はないよ。どうしよう。ああ、よう見たらこれ草登っていけるんじゃないかな。前のウィスピーウーズのところみたいな感じで。ミサちゃんの筋力なめんなよ。こんな縄は一瞬で登り切ってしまうからな。あ、ほら、ツタツタ。壁にはツタがたくさん生えている。そうそうそう、ミサちゃんの筋力なめんなよ。このツタ、かなり丈夫そう。待てー、やばい、来てる。もうここを登るしかない。で、だだって、おお、あいつもあいつでそことか早いな。でも俺、ミサちゃんの筋力は負けるよ。ここは館の屋上。あれは何、湖か中庭のオブジェ。あ、ここに繋がっとんじゃ。そういや、なんかガラス張りの天井だったな。そういや、ガラスの下に中庭のオブジェが見えるってことは、ここはちょうど中庭の上なんだ。もうこれ以上逃げ場はなさそう。ここでお母さんと決着をつけなくちゃ。そうだ、これはお母さんの決着でもあるんだ。落ちろー、そう来ると思ったぜ。ピキ、今グラスにひびが入る音が聞こえた。そうか、リーザの重みでひびが入ってるんだ。そうか、どんどん踏ませて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 、ああ、いい感じ。よっしゃ、あと左、いやーん、その前にやられてもうった。よっしゃ、来たー、ガショーン。うわ、え、くそー、あ、足か。その瞬間、リーズはグラスに足を取られて動けなくなった。あらあら、無様な姿だね。そうだ、今グラスを割ればリーズは下に落ちる。もう考えてる暇はない。何かグラスを割れそうなものを探さないと。おお、光ってる、あからさまに光ってる。女神さん、なんでハンマー持ってんだ。この像に似合わないようなハンマー持ってるな。あ、この石像ハンマーを持ってる。これならあのグラスを叩き割れるかも。いけー。どうやって割るんですか。あ、鍋の蓋と傘がある。結局傘何だったんだろう。結局傘何だったんだろう。どこで使うんですか。ここか。グググ。おい、ミサ、やめろー。やめないよー。お母さん、やめないよー。これで終わりよ。じゃあね、お母さん。天国、いや地獄でも長生きしろよ。うぎゃあ！きたたましい音とともにガラスが崩れ、リーズは中庭に落下してしまった。ひょ、やった。
私は下を覗き込んだ。そこにはオブジェに突き刺さったリユースの姿があった。私は急いで下へと向かった。わあ、グロテスク。くそ、私としたことが。リユースの体からは大量の血が流れ出ている。うわあ、お前よくも。これで終わり。私帰るわ、お母さん。そう言って私はリユースの柿を引きちぎった。うわあ、鍵を取られたリンサはさっきよりもさらに苦しみもたれている。そしてその直後、デリだ。なんか若干溶けてるような感じになってるね。ドサッドサッ、痛い。あ、よかった、溶けてないな。グジンハル、よかった、出られたみたい。どうやらそうだな。よかった、二人とも生きてた。あ、戻ってきた。あー、やっぱおっぱいでかいな。あ、そうか、リエザがおっぱいでかいのはリサちゃんのお母さんがおっぱいでかかったからなんだ。なるほど。蒸発音を立てながらリエザは元の姿に戻っていった。すごい、リサが一人で倒したの。いや、一人じゃないよ、君、ハルとジン、二人の力があってこそだったよ。ナイス援護だったと思う。お前もなかなかやるな。そんな、ジンとハルのおかげだよ。ほら、これでリンサとムールの鍵だよ。あ、全員、色違ったっけ、これ。ああ、そんな感じだったっけ。やったー、これで全部の鍵が手に入ったってことだね。うん、その時だった。お前だ、これで終わりだと思うなよ。え、まだ生きてる。うわ、しぶといね、このおばさん。絶対にミサを、私の娘よ、この館から脱獄か。うわ、パイロキエシスだ。突然リュースの体は大きな炎に包まれた。お前をここからやるのがすぐらいなら、この館から燃やしてやる。全この館と道連れだ。まだやるの。うわ、どんどん館が燃えていく。ガシャーン、ガタン。炎はみるみるうちに広まり、館を包んでいく。やばい、このままじゃこの館ごと潰れちゃうよ。やばいな、ほんとでっかいカルシッパーの出来上がりだな。早く逃げるぞミサ。そして私たちは燃える館の中を走った。おこの廊下を抜ければ出口がある。急ごうミサ。いや、うおー、燃えてる、右側燃えてる、右側は、あれは出口だ。よし、はい、よし、あと少しだよ。うわ、ミサ、大丈夫。ほら、もう出口は目の前だ、早く来い。出れる扉だ。よし、早く住人たちの鍵を使うんだ。うん、開いたー。開いた。ガショーン、ガタン。もう館は完全に炎に包まれている。これは開いた扉の先は暗く何も見えない。このまま進んでも大丈夫なのかな。何言ってるんだ、早く進むんだ。そうだよミサ、
二人は？え？一緒に行かないの？残念だけど、俺たちはここまでだ。どうして？そんな。ここから先はお前一人で行くんだ、ミサ。でも、でも、なんで？なんで残る？この館と、この館にどんだけ入れ込んでんだ、お前は。館から出ると、もうジンとは会えないんでしょ？それは、あなたは現実世界ではもう死んでるから。お、お前、思い出したのか？まだ全ての記憶を思い出したわけじゃないけど、ジン、ハル、あなたたちが大事な存在なのはわかる。ミサ、そうなんだよな。いつもこの3人、ミサちゃんはこの2人にどんだけ助けられてきたことか。多分お母さんにあんだけ言えたのもこの2人の後押しが元気をくれたかもしれない。ミサ、お前はこのままでいいのか？このままずっと辛い記憶にとらわれながら生きていくつもりか？とらわれの館ってそういう意味だったのかな。ジン、お前はこの悲しみを、辛さを乗り越えなくちゃいけない。そしてとらわれたお前の心を解き放たないといけないんだ。重要なシーンなのに噛んじゃう俺。囚われた私の心？でも、でも、もう時間がない。早く行け。もう俺のことなんて忘れるんだ。そんなそうじゃないと、お前はずっとこのままだぞ。でもジン、あなたがいない世界なんて。いいから早く、もういい加減、自分の心をとらわれたままにするな。脱出するしかないじゃん。当然じゃん。わかった、私ここから出る。ミサ、そうか、わかった。じゃあな、ミサ。なんかちょっと悲しそうな顔。じゃあね、ジン、ハル。そして私はその扉の奥へと走り出した。そして現実世界に来るんかな。現実世界で目覚めるんかな。何この音、病院なん？ここは病院？ジン、ハル。え、ジン君が容体悪いんは分かるけどさ、なんでミサちゃんがこう寝っとん？呼びかけてみるが何の反応もない。あ、ミサちゃんの方が入院してる。これってどういうこと？私はベッドの横に置かれた紙を見つける。どうやら私のカルテのようだ。患者今井ミサ。この患者は注意して観察すること。注意して観察？どうして？何薬の実験台にしてるのか、お前。バイオハザードじゃあるまいし。バイオハザードのミサトレバーみたいな。ミサトレバーじゃないな、リサトレバーじゃん。名前にとけて間違えたらあかんわ。でも本当にミサトレバーにされそうになってるような感じになってるんじゃないの。大丈夫なの？あ、自殺未遂により搬送された。奇跡的に一命は取り留めたが、未だ意識は戻っていない。意識が戻った場合も極度のうつ状態にある可能性が高いため、
注意が必要。私が自殺未遂。さらにカルテには詳細が書かれている。本館では2度にわたる悲劇な経験からうつ状態になったと診断する。2回か。お母さんからの DV で1回目だろ。で2回目でジン君との別れか。やな、もう一つは？やな、ジン君のことやな。その親友の名は月島ジン。かっこいいな、名字。月島ってすごいかっこいいな、お前。あ、これ月島って読むかな。あれ、すべては月島さんのおかげみたいな感じのところあるんかな。ジン、そうか。この時、私のすべての記憶が戻った。館で起きたことと現実がつながった瞬間だった。私は幼い頃、アルコール依存症の母親にひどい虐待を受けていた。殴られたり、蹴られたり、中には命の危険があるような虐待を受けたこともあった。そして毎日のように、あんたは逆病神だとか、人を不幸にすると存在を否定する言葉を言われ続けていた。あと他にも、あんたなんてハンバーガーの中に入ってるピクルスみたいなもんだと言われた。ちょっと何か言ってるかわからない。そんな私は公園でいつも一人で泣いていた。そこに現れたのがジンとハルだった。幼い二人は傷ついた私を心配し支えてくれた。児童相談所に通報しようと申しかけてくれたのも二人だった。あ、やっぱりそうだったんじゃ。そりゃそうよな。ただ虐待されただけで、虐待されて、あそこまで落ち込んどった女の子がさ、いざ反撃でさ、あそこまで言えるわけないよな。何かなかったら。きっと二人と出会わなければ、私は今でもあのひどい母親に縛られたままだったのかもしれない。本当にギリギリのところで、私は二人に救われたのだ。そして私は施設に保護され、母親から解放された。おっぱいでかいな。ジンとハルはその後もずっと一緒にいてくれた。めっちゃ頬を引っ張られてる。そして二人は私のかけがえのない親友になったのだ。いつも三人で下校をし、三人で遊んだ。いやーいやー、お前らどっちの方のどっちの声に好かれてんだよみたいな。今思うと不安定だった私の心を二人が埋めてくれていたんだと思う。そして私たちは三人とも同じ中学に入り、教科書見ながらすごい苦い顔してるな、みさちゃん。勉強苦手だったんだな。同じ高校に入学した。この頃の私は幸せだった。三人で過ごすこの時間がずっと続けばいいな、そういつも思っていた。だがそんな夢は突然打ち砕かれてしまった。私たちが高校2年生17歳の時、ジンが白血病になったのだ。おう、それもあったな、階層の中で。それを知った私とハルは泣いた。悔しくて悲しくて。そんな私たちをジンが困った顔で見ていたのを今でも覚えている。そして発病から2年後の19歳の夏、ジンは死んでしまった。あ、それで自殺、それで鬱になって自殺して、あの囚われの館の世界に来てしまったって感じだから19歳なんじゃ。私はその現実に絶望したのだ。そして幼い頃から蓋をしていた
弱い自分が一気に溢れ出してしまった。母親から受けた虐待の傷は何も癒えてはいなかったのだ。私はジンとハルと過ごすことで自分が変わったように錯覚していただけだった。だから大切なジンが死んでしまい、私は自分が弱いままだということに気がついてしまったのだ。そして私は愚かにも自分の命を絶とうとしてしまった。いやあ、ああそうかそうか。それでしかし結局死にきれずに意識不明のままずっと寝ていたのだろう。あ、だから左そんな包帯巻いとんじゃ、左の手首切った後なんじゃ。つまり私がいたあの館は私の心、現実から逃げて閉じこもった私の心そのものだった。そしてあの住人たちは私の嫌いな自分や過去だったんだ、うん、無責任でいつも笑っている父親確かにムール無責任っていうかさお母さんのことを嫌いと思うんやろ。あ、そうか、だから離婚がしたい意味な、離婚がしたい意味でな本があったんじゃ。なるほど、あそこにあった本って要は母親に対する不満を表したような本だったんじゃ。そうかそうか、先に良い暴力を振るう母親、泣き虫な自分、うん、嘘つきな自分、ネガティブな自分、人を信じきれない自分、そしてそこにジンとハル二人があの館にいたのは助けてほしかったんだ。幼い頃私を母親から助けてくれた時みたいに、目からは涙が止めどなく流れてくる。私は静かに目を閉じた。この世界にジンはいない。しかし怒りぼくって言葉遣いが悪くて不愛想なあなた、不器用ででも優しくてジン、もっと3人で一緒にいたかったよ。あ、ジンくん、また泣いてんのか。え、ミサは相変わらず泣き虫だね。笑ってる方が可愛いのに。ハルくん、ジン、これも返そうか。ハル、どうしてここにいるの？どうしてって、僕たちはいつも3人一緒でしょ。ねえジン。まあ腐れ縁だからな。うん、この3人でジェットストリームアタックをするような。昔はもっとジェットストリームアタックごっこしてたのよ。素直じゃないね。ジンはそんなこと言いながらいつもミサのことを心配してるくせに。はあ、マジか。そんなに心配してるのか。なんだ、もしかしてミサちゃんのどっかに発信機仕掛けてて変なところ行ったら、あ、こいつ何かやばいことに関わってるな、みたいな感じで考えてるんだろうな。最近の不安は、ミサが知らぬ男のとこ家にしょっちゅう行ってることである。え？な言ってた。はる、めっちゃ焦ってるね、ジンくん。ごめん、ごめん。つい本音が出ちゃったね。お前、ジンが怒った、ニクラコちゃんわーだだ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 。おい、ハル、待って、ジン。なんだ、どうした、ミサ。行かないで、
ずっと私のそばにいて。ずっとずっと。ミサ、それは無理だ。ジン、嫌だよ。ジンがいなくなるなんて嫌だ。ずっと三人でいようよ。そしたら幸せじゃない。ミサ、お前もう分かってるんだろ、俺が死んでるってこと。そして俺がロリ好きだってこと。え？だけど、だけどそんなの耐えられないよ。ミサ、そんなこと言うな。いつまでも泣いてんじゃねえよ。ほら泣くな、可愛いのが台無しだぞ。本当のお前はもっと強いはずだろ。確かに腕力は強かったけど、私強くなんてないよ。握力は左右ともに60超えてるけど、全然強くなんて。ミサ、もう時間だ。俺はもう行くからな。そんなダメ、行かないでジン。じゃあな。そして去っていった。待って、私も一緒に連れてって。手を伸ばしても届かませんでした。ねえジン、ジン。私が叫んだジンという声が静かな病室に虚しく響いた。私はその後しばらく泣き続けた。そして数十分後、とりあえず誰か呼ばなくちゃ。そうだ、病室の外に出れば誰かいるかも。私は病室の扉へ向かった。あ、自殺防止のためにドア鍵かけられてんのか。え、どうやら病室の扉は外側から鍵をかけられているようだ。どうして鍵なんて。やっぱ自殺防止やなこれ。その時だった、先生かな。外の廊下から足音が聞こえた。よかった、きっと看護師さんが、看護師さんか先生だろう。その足音は少しずつこちらの病室へと近づいている。鍵を開ける音とともに病室の扉が開いた。するとそこには白衣を着た医者が立っていた。あの私つい目が覚めて。あれ、いや、おい、今の足の長さお前じゃないだろ、お前。絶対お前じゃないだろ、お前。絶対お前じゃないからな、お前。絶対サイズがおかしいだろ、お前。いや、物理的に、視覚的におかしかったぞ、お前。これは、無事目が覚めて何よりです。え？どうしてあなたがここに。あなたは私の曹操でしょ。はあはあはあ。やあミサ、あ、幻覚かこれ。お姉ちゃん一緒に遊ぼう。もう私には
私には会いたくなかった？随分と動揺してるみたいだな。そこには館にいた住人たちが立っていた。どうして？かわいそうに混乱しちまってるみたいだな。どういうことなの？ミスさん、お前はまだ館からは出られてないんだよ。そんな。ほら、気づかねえか？あれ？わしの服が。気づかないかのが問題じゃないでしょ、お前。なんか、過去に何か、違う、過去になんか、すり替えられた感じになってるよ、お前。月島さんがまだ仏教無事エンドの力使って、なんか過去を変えたみたいな感じになってるよ、お前。さあ、帰ろう。ミスさん。嫌だ。ガシ。話して。痛い。お姉ちゃん、なんでそんなに嫌がるの？お姉ちゃんは、私たちと一緒にいるの。めっちゃ怖い感じになってるよ、お前。無駄な抵抗はやめたら。あんた、もう相変わらずですね。どうして？私は確かに鍵を全部集めたはず。あれ？忘れちゃってるの？お姉ちゃんは大事なことを忘れてるの。え、何かまだ思い出さなあかんことあるん？え、そんな。お前はまだ囚われてることがあるだろう。なんかあるん？え、それって。さあ、お休みの時間だ。夕食までには帰ってくるんだぞ、ミスさん。その瞬間、私は意識を失った。何かあるん？まだノーマルエンド。何か囚われてる心があった。エンドを解放した。何か忘れてる気がする。